こんにちは。今日はこんな天気で憂鬱だけど大好きな金曜日なのでコンビニスイーツいろいろ買ってきました。はい、では今回ファミリーマートとローソンの商品を食べます。それではいただきます。まずはじめにローソンみやびロール宇治抹茶を食べます。カップの中はこんな感じです。うわすごい、後ろこんな感じです。では食べてみます。おいしい。まずね、スポンジはしっとりしてます。抹茶ホイップクリームは口どけがよくふんわりしていて、抹茶の風味がほんのり。抹茶ムースもね、ホイップのようにふんわりしていて、こちらはしっかり抹茶の苦味を感じます。でね、ガナッシュがねねっとり濃厚で、ホワイトチョコレートのミルク感やコクがありつつ、抹茶の苦味風味をしっかり感じて、間にね、クッキークランチが入ってるんですけど、このザクザク感がね、いいアクセントになってます。ホイップもガナッシュもムースも全部美味しいです。次はアンサークスイートポテトのサクッとサンドを食べます。袋の中はこんな感じです。お芋の香りと香ばしさでとっても美味しそうです。美味しい。パイ生地がね、パリサクで、キャラメリゼされた部分が香ばしいですね。この生地には塩気も感じます。スイートポテトあんは、ねっとり濃厚で甘め、さつまいも感をたっぷり楽しめます。スイートポテトミルククリームは、どちらかというと油脂感が強い感じですかね。スイートポテトミルクマーガリンみたいな感じでもね、口どけがよくって、ねっとりのあんとパリサクのパイ、濃厚な甘さなんだけどパイ生地の塩気がいいアクセントになってとっても美味しいです。ローソン最後、抹茶ティラミスタルト&抹茶ミルククレープを食べます。2種類の抹茶のケーキが入ってます。ではまずは抹茶クレープを食べます。わあ、美味しい。あーすごい、もうなんかね、生地とクリームがね一体化してる。全体的に控えめな甘さだからパクパク食べれちゃいますね。抹茶感もね、程よくって感じですかね。かなり食べやすいと思います。抹茶のね、苦味は感じるけど、風味は少ないかな。あ、下のスポンジはね、しっとり甘いです。多分、こちらのタルトの方が抹茶感を感じるんだと思う。この生地とクリームの一体感。次はタルト食べます。なんかね、今ね、抹茶の風味とともにあんこの味がした。あー、白こしあんって書いてある。え、すごい、ケーキ食べてるんだけど白あんの味もね強いですね。これが和洋折衷。上の抹茶クリームは若干油脂感は感じるけど口どけがいいですね。ほんのり抹茶の風味も感じます。ティラミスムースは口どけ滑らかで、抹茶のほろ苦さや風味を感じ、チーズのコクなのかミルキーっぽさも感じますね。かといってチーズの酸味を感じるかって言われたら、私はちょっとわからないですかね。でね、このね、しっとりとしたダマント生地、これにね、抹茶感も感じるけど白あんも感じるんですよ。タルト生地はしっとりさっくりタイプ。想像してた感じとね違うんだけど、抹茶に白あんっていい組み合わせだからとっても美味しいです。
次はファミリーマート雪娘マロンを食べます。カップを外すとこんな感じです。なんか雪娘食べるの久しぶりだな。こうね、お粉がね表面に結構ついてるので、気になる方は叩いて落としましょう。めちゃくちゃ美味しい。とにかく求肥がね、柔らかくて伸びてもちもちです。ほんのり甘いですね。そこにね、ふわっと口どけがよく、優しいミルク感を感じるホイップクリームと、ねっとり口どけ滑らかなマロンクリーム。このマロンクリームはね、めちゃくちゃ濃厚ってよりもほんのり優しい渋皮栗の風味がします。中にスポンジも入っていて、それもふんわりなんですよ。ちょうど真ん中に来てね、渋皮栗の甘露煮の部分食べます。美味しい。しっとりホクホクで、もちろん甘いんだけど、死ぬほど甘いってわけじゃなくて、すごいバランスがいいですね。大福のようで、モンブランのような、そんな味わいです。これまた買おう、めちゃくちゃ美味しい。次は雪娘、チョコバナナを食べます。カップを外すとこんな感じです。これもね、かなりね、お粉がついてますね。求肥が本当に柔らかいから、しょうがないのかもしれない。こっちも最高に美味しい。あ、ん？あ、ビターな感じもする。求肥は柔もちプラスビターなチョコレートの風味も感じますね。でね、パリパリのチョコレートがあって、生地のもちもち、スポンジのふわふわ、チョコレートのパリパリ、この3つを同時に楽しめます。チョコレートの味はビターですね。今バナナ食べました。バナナはねっとり濃厚で、このチョコバナナ味ね、もちろんね甘さはあるけど、ビター感もあるので大人も楽しめますね。あ、中のチョコクリームはふんわりしてます。口どけがいいですね。実はね、雪娘って先週発売されてたものだったんですけど、どうしてもね、気になって食べたくて今週選びました。でも買ってよかった。ほんと美味しいです。ファミリーマート最後、くるみアマンドを食べます。こちらの商品はトースターで焼き直ししてきます。はい、焼き直ししてきました。もうね、とってもいい香りが広がってます。焼いて大正解。まずね、生地からバターの香り、風味を感じることができ、表面サクサクですね。トッピングのくるみもね、結構大きめでゴロゴロしているので、香ばしさと食感もいいし、グラニュー糖の甘さとジャリジャリ感もいいですね。中のアーモンドフィリングは甘さがちょうどよくって、ほんのりアーモンドの風味がしてしっとりしてます。あ、これ美味しいな。いつもね、そのままの状態と焼いた後で比較を出した方が皆様分かりやすいと思うんですけど、どうしてもね、美味しいもの食べたいっていう欲が強すぎて、自分が思うがままのね、動画にしてしまってすいません。ごちそうさまでした。ファミリーマートとローソンの商品全部美味しかったです。特にね、本当に最高って思ったのは、雪娘のマロン味。あれは絶対にまた買います。皆様もぜひ気になる商品がありましたらお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さいな。ソースで作ったらうまかったけん、濃い濃い濃厚ソース焼きうどん、出来上がりはこんな感じです。
うん、この色、この香り、間違いなく UFO のソースだ。そしてこの味の濃さ、これはね、マジリッケなしの UFO のソースなんだけど、麺がどん兵衛だからね、もっちもち、予想通りの味と食感ではあるんだけど、合いますね。UFO の濃いめのソースが好きだけど、どん兵衛のもちもち麺が大好きなのって方ぴったりだと思います。美味しい。